女子57キロ級の桜井つぐみ22イコール育英大女子が決勝進出を決めて銀メダル以上を確定させた手堅い試合運びで準決勝に進むと16年リオデジャネイロ五輪で吉田沙織の4連覇を阻んで金メダルを獲得したヘレンマ・マルーリス32イコール米国を破ったポイントは取られてしまったんですけれどその後に修正することができて 最後は後半強いので絶対取れるんだという強い気持ちで試合をやりました。相手のマルーリスは16年リオデジャネイロ五輪で吉田沙保里を決勝で破った選手。桜井は世界選手権では破っていた相手に第1ピリオド、P、に2点を先制されたが、すぐにタックルからひっくり返して4点を奪って逆転。さらに第 2P にアンクルホールドを決めるなど一気に10点まで伸ばした。 相手に2点を返されたが、そのまま逃げ切り10対4で勝利を収めた。何回もやっているので対策は練られるんですけれど、今回が一番やりやすかったという感じです。明日は絶対勝つという気持ちを持って、1試合全てを出し切って絶対に優勝できるように頑張ります。この日は1回戦ではテイラー、カナダ、2、6対1と快勝し、準々決勝でバルベルデメ・レンドレス、エクアドル、 フォール勝ち。五輪ってすごいというイメージを捨て、いつもの練習通りに挑みたい。初の舞台へと気持ちを固めてきた。高知県出身で父が設立した高知レスリングクラブの1期生として努力を続けてきた。21年の55キロ級も含めて世界選手権3連覇中。堅実なスタイルでこの日も3試合を勝ち抜いた。高知県出身者として、 1932年ロサンゼルス五輪の競泳男子1500メートル自由形北村須を以来92年ぶりの金メダルへあと1勝と迫った決勝ではアナスタシアに来たモルドバと対戦する準決勝では高下臣中国22月7日から大逆転のホール勝ちを収めている